はい、どうも皆さんこんにちは。本日もダイパリメイクやっていきましょうか。バトルタワーから失礼いたします。ちょうどねバトルタワーの動画を撮っていたところなんですよ。おそらく明後日か3日後ぐらいには投稿されることになると思うんで、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思いますね。よろしくお願いします。さあ、そういったところで今日はですね、結構重要なお話になりますね。まあ、情報の共有っていう形になるんですが、まずは画面共有するので、こちらを見ていただければと思いますね。はい。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、そういったところで、今拡大したわけなんだけど、画面見えてますでしょうか？まあ、見えてない方は多分いないと思うんで大丈夫かな？はい、ということで、ポケモン、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール、っていうことで、こちらのアップデートが、なんとなんと明日予定されていると、そういったことが発表されました。具体的には2022年1月7日金曜日で、時間帯としましてはこの時間帯にアップデートがあると、まあ、そういったことが書かれております。いや、ついにやってきたか。ただここで気になってくるのが、まあ、アップデートがありますよっていうことはこのような形で書かれてはいるんですが、ただ当たり前の話ではあるんですが、アップデート内容については分かりません。まあ、おそらく修正アップデートになる可能性が極めて高いんじゃないかなと思っているんですが、まあ、以前から公式から告知があった、まあ、新機能である、まあ、GM ステーション、あとはコロシアムか、まあ、逆に言うとそれぐらいしか新機能ってないわけなんですが、まあ、そちらがですね、まあ、来るんじゃないかっていう話が、なんかツイッターとかで出回っていますが、ただですね、まあ、来ないんじゃないかな。まあ、単純に、早すぎる気がするな。いや、わからないけど、まあ、来るかもしれないし、来ないかもしれないし、どうなんだろう。まあ、一応来る可能性はあるっちゃあるのかな。可能性としてはあると思いますが、どうなんでしょうか。まあ、その場合だと多分ね、バージョン 1.1.4 じゃなくて、1.2.0 になるんじゃないかなと思ってます。まあ、もしかするとバージョン 1.1.4 で実装になるかもしれませんが、まあ、普通新機能とかそういった画期的な機能が追加される時っていうのはバージョンが一つ上がって、まあ、バージョン 1.2.0 とか、まあ、そういった形になる場合が多いので、多分ねバージョン 1.2.0 になる可能性が高いんじゃないかなと思ってます。ただ修正アップデートのみだと多分バージョン 1.1.4 のままかな、まあ、そういった形になるんじゃないかなと思ってます。いやけどね、バージョン 1.1.3 が現在の最新のバージョンではあるんですが、ただ 1.1.3 で皆さんご存知の通り、まあ、ほとんどのバグが修正されてしまいました。まあ、これがいいのか悪いのかで言うと正直わかりません。どうなんでしょうか。まあ、正直わからないところはあるんですけど、まあ、それを考えると 1.1.4 でそもそも修正しなければいけないところって具体的にどこがあるのかっていうところですよ。まあ、一応ですね、まあ、複数のバグがまだ存在はしているんですが、ただ仕様っていう部分も結構でかいので、どうなのかなっていうところ。そもそも修正するところがあんまりないからな。まあ、だからこそ、まあ、週明けじゃねえわ。年明けすぐにアップデートがやってくるっていうのもあるのかもしれませんね。まあ、そんな時間かけなくてもアップデートできるわみたいな感じで。だからどうなるのかっていうところが個人的にはめちゃくちゃ気になりますね。ただまあさっきも言った通りボックスバグであったりとか、まあ、致命的な増殖バグっていうものはことごとく対策されてるんで、まあ仮にバージョン 1.1.4 がやってきたとしても細かな修正になるか、それとも冒頭でも言った通りコロシアムであったりとか、あとは GM ステーション、まあ、ポケホームとの連携かな、そこがメインになってくるんじゃないかなと予想してますね。まあとりあえず明日アップデートがやってくることはほぼ濃厚なので楽しみに待っておきましょう。で、あとはこれも気になるよな。ネットワークサービスのメンテナンスがあるみたい。これはどうなんだろう。まあこれはどうなんだろうっていうかさ、今日アップデートがこれ入ってるってことか。ちょっとここについてはわからないんですが、これは何なんだろうね。俺まだね、アップデートしてないんだけど、任天堂スイッチ本体。これはあれか。日本の任天堂の公式からも、なんか情報ってこれ出てるのかな。
ちょっと後で確認しとくわ。これはなんだ？まあ、つい5時間前に出た情報なので、詳細がまだ把握できてないんですが、こっちもちょっと気になりますね。まあ、ポケモンとは多分関係はない気がするんだけど、これもちょっと気になるなと思いました。はい。まあ、そんな感じでございます。あとですね、もしよろしければコメント欄に、皆さんのアップデートの予想であったりとか、期待するところであったりとか、そういったところも含めて、ぜひね、コメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。あとはですね、ダークライが来る可能性っていうところなんですが、多分ダークライもまだじゃないかなと思いますね。まだ未登場の伝説ポケモンっていうのが、まあ、伝説と幻ポケモンっていう言い方の方が正しいか。まあ、そういった系のポケモンっていうのが、まだ複数体存在するわけで、例えば、ダークライだったりとか、シェイミだったりとか、あとはアルセウスか。まあ、たまにコメント欄でデオキシスはどうなってるんですかみたいなコメントが来るんですが、デオキシスについてはわかりませんね。どうなんでしょうか。デオキシスはないんじゃないか、さすがにないとは思うんだけど、どうなんでしょうか。まあ、内部データにそもそも存在しないんじゃないかな。まあ、ちょっとそこは詳しくないんでわからないんですが、ただやたらね、前回の動画にも、デオキシスやってきてくれみたいなコメントがめっちゃついてたからさ、どんなにデオキシス来てほしいのかっていう。まあ、確かに、出ないとは言い切れないけど、ただま、優先順位としてはやっぱり、ダークライとか、あとは、シェイミとか、そこら辺が、順位としては高いんじゃないかなと思ってます。ただ、シェイミに関しては、何かしらのイベントで配布される可能性が高そうな感じがするので、まあ、そこは一つ気になっているところではありますね。まだ登場してない伝説ポケモンって具体的にどれぐらいいるんだろう。ちょっとそこが気になるな。まあ、ダイパリメイクではね、まあ、多分残りはシェイミとダークライとアルセウス、この3体のみになると思うんですが、他がどうなるのかっていうところが気になりますよね。まあ、多分ダイパリメイクではこれでクロージングだと思うから、追加はないと思いますけどね。まあ、ポケモン図鑑見てても、多分そうですよね。お、ブルーが大量発生してるね。ちょっと後で捕獲するか。めちゃくちゃ大量発生してるな。ただまあ、アップデートがやってくるのは、個人的にはかなり嬉しいんですが、レジェンズアルセウスが具体的に、これからどうなっていくのか、そっちの方が個人的に気になるわ。皆さんはどうですか？正直さ、そっちの方が気になるよね。レジェンズアルセウス、果たしてどうなるのかっていうところ。いや、それなんだよ。まあ、多分、レジェンズアルセウスも、明日もしかすると、新しい情報とかがやってくるんじゃないかな。まあ、ちょうどね、3連休の前日なんで、まあ、やってきそうな感じはしますけど、どうなんだろうか。ただ、連休中に新しい情報は多分やってくるとは思えないんで、そうなると、明日情報公開されなければ、最短でアルセウスの情報は1月の11日に、発売日が28日金曜日に予定されているんで、逆算するとあと2回ぐらいは PV であったりとか新しい情報が公開されそうな感じがしますね。やっぱりもし公開されるとすると10から14の週、あとは17から21日の週か、ここの平日でやってくる可能性がやっぱり高そうな感じがしますね。となると、やっぱ3連休明けにやってくる可能性が高そうか。だからまあ明日はダイパだけで、週明け火曜日にレジェンズアルセウス新ムービー公開みたいな感じでしょうか。あとさ、一つ気になってるところがあって、新しいポケモンが全然情報公開されないよね。下手したら過去作情報が出てないんじゃないかな。まあレジェンズアルセウスも出てくるポケモンに関してはリメイク要素が強いんで、仕方ない部分はあるんですが、ただ、翡翠の姿のポケモンが思ってるより少なくて、具体的にどれぐらいいるんだろうね。やっぱそこが気になるよな。ただ、公式情報を見てる限りだとそんなにね、多くなさそうな感じがするわ。まあまあまあ、そこについてまとめた動画は、また後日投稿しようと思ってるんで、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃねー。あと再生リストにポケモン動画たくさんぶっ込んであるんで、もしお時間ある方はぜひ再生リストもご覧いただければと思いますね。じゃねー。